フリック監督が長谷をにラブコール、バルセロナが正式候補として獲得へ。バルセロナは今シーズン守護神であるテアシテイゲンが今季絶望に。その代役として昨季限りで引退を発表していたボイチェフ・シュチェスニーを獲得。スペインムンドデポルティーボによると、バルセロナ首脳陣は今後の正キーパー候補を中止していくとのこと。下部組織出身の GK やポルトの GK ディオゴコスタ、ブライトン GK バルトフェルブリュッケンらが候補に上がりつつ、ブレイメンの20歳 GK ミオバックハウスこと長谷をも中止しているようだ。せっかくオランダのベストキーパーに選ばれたのにブレイメンで買い殺し。ブレイメンにいるくらいなら移籍してほしい。それこそバルサじゃなくてもいい。同年代のザイオンがイタリアで活躍してるのに、長田はブレイメンで買い殺しか。これは歯がゆいな。森安がチンタラしてる間にドイツに取られそう。有力選手に何度も足を通い説得して連れてくるのも監督の仕事。ちょっと前もこんな報道あったけどガチなんか？成長見込みなんだろうが、バルサの GK はなかなか難しいだろ。彼が本当にバルサに行ったら日本代表になることはなくなるだろうね。この年代で試合に出れないのはもったいない。とにかく出れる環境を探した方がいいと思うよ。それこそ J リーグでもいいと思うし。まあそこまで日本にこだわってなさそうなのがな。彼からしたらやっぱドイツでやってたいのかもよ。素晴らしい GK だと思うけど、国籍の関係で綱引きになるぐらいなら必要ないと思う。そこまでして、というのが本音。鈴木や国防信じたい。一回新トトで修行すればって思ったけど、オランダのベスト GK ならそんな必要ないか。ザイオン、国防、長田か。この世代の GK 豊作すぎない？